ゼンダ城の虜は、イギリスの作家アンソニー・ホープの冒険小説。1894年に出版された。続編に、変粗伯爵物語に登場する架空の国、ルリタニア王国は、米英においては冒険とロマンの王国の代名詞として、広く知られており、辞書にも載っている単語となっている。ゼンダ城の虜より19世紀。腕は、 タツが定職にはついていない、イギリス青年、ルドルフ・ラッセンディール男爵は、駐在武漢への口聞きをしてもらい、赴任先が決まるまでの間、中央ヨーロッパにあるルリタニア王国の退官式を、見物に行くことにする。ルリタニアでは、戦王の死去以来、前妻の着死で、あまり人望のない赤毛のルドルフ王子と、五歳のウンダ田夫と、黒髪のストレルサウ大公ミハエルのどちらが、 大いにふさわしいかで揉めていたのだが、ついに、ルドルフ王子が、新王ルドルフ五世として即位することになったという。パリを経由して、ルリタニアに入ったルドルフ・ラッセンディルは、国境近くの町前田にある古城で、自分とオリ二つの国王ルドルフ五世その人と出会う。ことの発端は150年ほど前。ラッセンディルの先祖の女性と、国王の先祖との恋愛騒動があり、 その結果ラスセンディル家には、ルリタニア王室エルフバーグ家の血が流れていたのだった。その夜、ルドルフは、国王のささやかな主演に招かれ、二人は飲み明かし、語り合う。翌朝、ミヒャエルの陰謀からワインに毒物を盛られたらしく、国王は、昏睡状態に陥る。退冠式は明日に迫っている中、国王の側近サプト大佐とフリッツは、 ラッセンディルを替え玉に仕立てることを決定する。ルドルフは、首都、ストレルサウへ、鉄道で戻り、パレード、そして、戴冠式での大役を務める。国王派の新市街とミハエル派の旧市街の様子を、目の当たりにしたり、国民からの人気が高いエルフバーグ家のフラビア姫と、出会う。ミハエルを除き、大役であることは悟られず、ルドルフは、フリッツラと共に、 国王を迎えに行く。しかし国王はすでに、ミヒャエルとその手下、六人組に捕らえられ、全打城の虜として監禁されていた。サプトは、ミヒャエルは替え玉であることを証明するため、義王ルドルフが健在である限り、新王ルドルフ五世の命を奪わないはずだと考え、ルドルフに大役を続行させる。サプトは、ルドルフ五世の地位を盤石にするため、 フラビア姫との結婚を進める。ルドルフは、後ろめたさを感じながらも、フラビア姫の美貌と、純粋さに、心惹かれていく。一方、ミハエルも、同様の理由から、フラビア姫に接近する。しかしミハエルには、フランス人の女優、アントワネット・ド・モーバンという愛人がいた。モーバン夫人は、大公と姫の結婚も、また、 大公の即位も望まない立場だった。バ番夫人は大公のルドルフ殺害計画に協力するふりをして、ルドルフをアズマヤに呼び出し、早急に帰国するよう求める。そこに大公の6人組が計画より早く現れて、ルドルフ殺害を試みるが、ルドルフは茶宅を縦に脱出する。市民の間ではフラビア姫をないがしろにするルドルフより、 以前として、ミヒャエルの方が人気が高かった。そこでフラビア姫を焼却とした、舞踏会が王宮で催され、サプトは、国王のために、ルドルフに求婚をさせようとする。舞踏会が一段落すると、ルドルフは、フラビア姫と二人きりになる時間を持つ。ルドルフは求婚の言葉こそ言わなかったものの、姫と口づけを交わし、彼女が、即位後の国王を、 すなわちルドルフ・ラッセン・ディルを愛していることを知る。ルドルフは思わず真実を告げそうになるが、サプトがこれを妨げる。姫との子に役は、既成事実としてその夜中に、市民の間まで広まる。ルドルフは苦悩しつつも、全打城に監禁されている真の国王を救出する、ことをサプトと誓い合う。ルドルフは、 全打城近くの森にあるフリッツの演者の屋敷を拠点に狩猟をする計画を立てる。選ばれた部下たちには国王の大切な友人が囚われていることが明かされる。緊張が続く中、6人組の最年少であるルパート・フォン・ヘンツォ・伯爵がルドルフに帰国するようミヒャエルからの取引を伝える。ルドルフは拒否するが、ヘンツォからの鮮やかな攻撃を受けて負傷する。 ルドルフの怪我は重傷と発表される。また、前ン城の使用人を味方に引き込み、最新の情報を得る。長期間監禁されている国王の体調不良も明らかになり、ルドルフは前ン城への襲撃を決意する。最初の襲撃では、6人組の2人と従者1人を倒すものの、国王の救出には至らず、味方も3名が死亡する。 ルドルフ側も、ミハエル側も、この件を完全に隠蔽することはできず、決闘があったことが公表される。ルドルフは見舞いに訪れた、フラビア姫と散策していると、6人組の葬儀とヘンツォに遭遇する。ヘンツォは、バン夫人に横連母し、ミハエルと、賢悪な関係にあることを明かす。屋敷に戻ると、モーバン夫人から救いを求める手紙が届いていた。 重傷を負っていたはずのルドルフが無事であったことで、全打状の警戒体制は厳重なものとなる。決戦にあたり、ルドルフは死を覚悟して、ストラケンツ元水にフラビア姫の護衛と、国王放御後の処置を一任し、姫をストレルサ上へ戻す。姫との別れの際、二人は指輪を交換し、ルドルフは、ラッセンディルケの指輪を姫に渡す。ルドルフ側は、 ゼンダ城に侵入し、国王の救出に成功する。さらに猛ン夫人に協力させ、ミヒャエルを居室の外へ出して捕らえる手はずだった。しかし、ヘンツはすでにミヒャエルを殺害しており、混乱の中で、ルドルフとヘンツは相対するが、ヘンツは脱出に成功する。夜が明けて、サプトは万事がうまく収まるよう。 国王が友人を救うためにミヒャエルと戦い重傷を負ったという物語を作り上げていく。しかし、ルドルフの身を案じて再び、全打を見舞った、フラビア姫は、顔を隠して立ち去ろうとするルドルフと出会い、真実を知る。国王は、ルドルフと面会し、感謝の言葉を述べ引き止めようとするが、役目を得たルドルフが早急に、ルリタニアから去らねばならない立場には、 変わりなかった。ルドルフとフラビア姫は最後に面会し、ルドルフは我を忘れて激しい愛情を姫に伝える。しかし、姫も、また祖国への義務と忠誠のために、ルリタニアに残らなければならない立場だった。互いの心に、互いがあることを確かめあって、ルドルフは帰国の途に着く。オーストリア経由で、パリに戻り、 友人から、モーバン夫人の消息、ルリタニア王家の事件の世間での評判を知る。そして、英国へ帰国すると、武漢の認知は、ルリタニアに決まったという。兄夫婦に言い訳をして、就職を断り、変装の消息を気にしつつも元の通り穏やかで怠惰な、日々を過ごす。だが、一年に一度だけ、ルリタニアの隣国、 ドイツのドレスデンへ赴いてフリッツと面会し、互いの近況を話し、そしてフラビアへの小箱を託す。姫とルドルフが交換する小箱には、一輪の、紅れなバラと共にただ一言、ルドルフ、フラビア、オールウェイズと添えられているのだった。ヘンツォ爵より、ルドルフ五世とフラビアの結婚から三年。ヘンツォは、欧州中をさまよいながら、 ルリタニア王家とルドルフ・ラッセン・ディルへの復讐の計画を練っていた。ドレスデンからビンテンベルクへ場所を変更したにも、かかわらず、ルドルフとフリッツの面会の直前、ヘンソの手先によって、フラビア王妃とルドルフの交わす小箱と手紙が盗まれる。ルドルフは、手紙がヘンソの重廷、リッシェンハイムを通じて、国王の目に触れるのを阻止するため、 再び国王になりすますことを決意する。全打場で今は王妃となったフラビアとルドルフは再会する。リッシェンハイムと国王の越見の場に国王になりかわって現れたルドルフは手紙の写しを回収する。本物の国王との面会の最中もリッシェンハイムに大使重厚が向けられ、ルドルフとフラビアの秘密は守られる。そこにリッシェンハイム宛ての電報が届き、 ヘンツがルリタニア国内に潜んでいることが判明する。こうして、王妃の名誉を守るための戦いが始まる。これまでに7度映画化されている。欧米においては、物語のジャンルとして、ルリタニアンロマンスという用語が存在し、これは本作に登場する架空の国の名に由来している。この用語については、SF 評論家、ジョン・クルートが、 通常の文明世界とは地続きでありながら、同時に、それを逸脱した、おとぎ話の領域であること、ノスタルジアの空気に満ちていることという二つの点を大きな要素として挙げている。変装白尺に関するカテゴリー、ありがとうございます。